今も思い出します？思い出しますよ。やっぱりワールドカップになれば、まあ、PK はキッカーとキーパーの駆け引きだと思うので、メンタル的にも沈んで、それまでは笑顔が出せなかったですけど、ボールがまた蹴りたいなっていう。再開試合が静岡ダービーで、名前呼ばれた時にエスパのサポーターから、うん、次南アじゃない、うん、あの時って、オシムでしょ、途中まで。そうですね、スタート でもちょっとね、はい、あの体調悪くなって倒られて、うん、でお母ちゃんでしょ、うん、あの時って、まあ、チーム状態はちょっと外から見ててもやっぱ大変だったじゃん。急に監督も変わって、はいはい、チーム状態もあまり良くない、うん、前の大会よりも、まあ、ある意味ちょっとそんなに期待されてなかったじゃない。でも結果出したじゃん。そうですね、俊介が、うん、のチームだったけれども、圭介が入ってきて、はい、で急にワントップ使った、うん、あれはいつ決まったんですか。イングランドの負けた後ですね。うん、そう、あ、テコ入れが入ったのか。テコ入れ入ったんだ。でその後に非公開で練習試合をしたんですよ、うん、でそこで、あ、それなんか、うんうん、その時だから、でもそれまで代表として積み重ねてきたものがあったじゃん、うん、システムとか、まあ、メンバーも含めて。不安なかったんですか。いや、不安はありましたよねその直前で変えるっていう意味では、やっぱり選手の気持ちもそうですし、そこはあったと思いますね、うん、でもそういう意味では、はい、そこで守備力を上げたという意味では、はい、なるほど、まずは、はい、守備からっていうところに変えたのかなと思います。緊張しなかったですか。あ、そこはしなかったです。あ、もう、はい、じゃあもうその経験、それまでの積み重ね経験も含めて、うん、はい、落ち着いて試合に入れた。そうですね、松井は左をやってたんですけど右に変わって、だってさ、うん、ケースケのだってアシスト、あ、そうです、はい、大輔だもんね、はい、右側のクロスだもんね。僕自身もそのイングランドまではベンチにいて、そこから右に入るようになったので。あ、そうなんだ、はい、だからカメルーンで初めて一緒にやりましたね。じゃあ、縦関係ね、はい、その時にじゃあここでしっかり、なんか2人でこううまくやろうというコミュニケーションももちろん取ってたんですか。そうですね、うん、もうその間はイングランドから負けてからやっぱメンバー変わって、うん、選手の間のコミュニケーションは増えましたね。岡田さんがミーティングしたんですか。ミーティングしたかな。それかもうその試合でこう変えていったんですか。そうですね、すごいね、岡ちゃんやっぱり。そうそう、そうですね、その思い切りができるっていうのはね、やっぱり、うん、結構ネット情報ですけど、ネットにあの本田さんがなんかあの背番号3番に乗せてほしいみたいなお話があるっていうのがあって、はい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 、それもあったんですか。ありましたね、電話がかかってきました。あったね。ルーさんにとってかっこいいとは。ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって。髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤チャップアップ。ケイスケの番号知らなかったんで、うん、番号通知来て誰だろうと思って、うん、出たら、あ、そっか、登録してないから。出たんですか一応。あ、出ました、出ました、うん、したらなんて言ってきたんですか。あの、なんか若い番号つけたいから、うん、それを3番つけたいって言われて、うん、あの譲ってもらっていいですかっていう電話で。もういきなり。はい。どうしたの、困っちゃうんですか。僕そこまで、まあ何年だろうな、だいぶ長い間つけてて、つけてるので、愛着あるでしょ。まあそう、愛着あるから、うん、その番号を変えることはできないとは言いましたよ。おお、はっきり言ってしたら、あ、じゃあ分かったです、はい。ああ、そうだ、4番つけてたんでそうだったね。雄三が4番つけてて、うん、ああ簡単に渡したなと思ってそうだよね、そっかそっか。まあでも雄三はもうそんな愛着がないって言ってたんで、うんうん、まあそれぞれだからね、うん、おまちゃんがじゃあいいよって言ったら3倍になってたってことだね、はい。この大会はこう、あの駒野さんにとってこうどういう、こう大会になりました、通して。通して言わせますね、うん、まあでもそのドイツ大会の経験がやはり南アフリカで生かされた大会だと思いますし、やっぱりその守備が良ければもう負けがないので、うん、そういう意味では本当にいい結果に途中まではなりましたよね。途中まで、途中まで。どういうことですかそれ。いや、まあ最後はそうですね、はい、引き出しますね言わせようとしますねまあいう形で、はい、負けたので。今も思い出します。思い出しますよ。
やっぱりワールドカップになれば思い出しますね。緊張した？緊張はなかったです。緊張は全くない？全然、はい。じゃあいつも通り臨めて蹴れた？そうですね、まあ、確かに大会の大きさは違うんですけど、うん、アジアカップでもオシムさんの時に2回決めてますし、うん、ワールドカップでも緊張はなかったです。なんかでも結局あそこの壁って PK になるよね、なんかね。そうですね、今大会も、今大会も、はい、カタールもそうですし。なんかでも感じました、そのコマちゃんが PK をっていうよりもここの壁、まあその、あの多分勝ててもおかしくなかっただろうし、でも結果的にまあそこの上いけないじゃない、うん、まあ今も、はい、なんとなくそこって、まあ、自分の経験と今も見ながらどういうふうに思います？まあ、PK は、まあ、技術もそうですけどキッカーとキーパーの駆け引きだと思うので、まあ、そこの駆け引きで負けてるっていうのはあるかもしれないですよね、うん。まあ、PK は正直わからないじゃない、うん、まあ、運もあるし、はい、でやっぱり90分で決めるのが一番いいし、そこで勝つためのなんか感じた部分はある？ 今は逆に、うん、まあ、違う立場で見ると思うけど、勝ち上がってるっていう意味では守備の部分で言えば抑えられてるからいいじゃないですか、はいはい、やっぱりその得点を決めなければ勝てないので、はい、そういう意味ではその緊迫した試合の中で決定力という意味ではまだ足りないのかなと、ね、チャンスは作れてるけど作れてますよね、うん、そこの部分、はい、決め切るっていう、うん、そういうところにつながっていくんじゃないですかね。なるほどね。カタールも本当に日本代表はドイツとスペインに予選で勝って上がりましたけど、うん、はい、やっぱり決勝トーナメントで決めきれることができず、うん、まあ、PK まで行ったので、うん、そういうところに行っちゃうんじゃないですかね。なるほどね。今までだと、まあ、どの監督も4年で終わってるところを、はい、プラス4年で8年じゃない、まあ、森保さんともやってるでしょ？やってないです。あ、やってないんだ、はい、最後の選手時代の1年だけ一緒にいました。選手時代の1年、ああそっか、はい、監督はやってないですね、森保さん。あ、やってない。でも なんとなく、まあ、まあずっともちろん、まあ、見てる、まあ、対戦相手として対戦相手として見てるし、はい、すごくまあプラスなことじゃない、このまた4年っていう、うん、そうですね、でなんかこの4年スタートでベスト8ベスト4っていくためには多分プラスアルファがないと勝てないんじゃないかっていう、多分森保さんも考えてチーム作りをこの4年してると思うんだけど、はい、そのスタートがまあいいじゃない、うん、今しっかり守りながら、でも守るだけじゃなくてある程度主導権を握るその時間割合を増やさないと、うん、まあ、チャンスも増えてこないし、あの点は取れないっていうところを目指してるような感じがするんだけど、うん、どう見てます、コマちゃん。まあ、確かにここまでの親善試合で、はい、やっぱ強豪国とやっても勝ってますし、うん、ワールドカップ予選もここまで大勝して、はい、いいスタート切れてます、はい、ね、今のとこは、はい、まあでも自分たちも戦った中で、はい、アジア予選ってやっぱり引いて守る相手が多かったですけど、はい、そこで苦戦して 1-0 とか僅差で勝つ試合が多かったですけど、はい、でも今はもう大量得点じゃないですか、確かに、ね、あそこまで守られても、はい、そういう意味ではその個の力プラスペナルティエリアの中でのアイデアというのは増してるんじゃないかなと思います。あれだけね、あの対戦相手が後ろにブロックを作って、うん、そしたら攻める人数も日本増えるじゃないですか、うん、でもカウンターされてもしっかりと抑えられるじゃないですか、うん、それもやっぱり個の力が伸びてるだと思うので、うん、富安とか、うん、そういう選手が後ろにもいるから、はい、チームとしては本当に面白いチームになってるんじゃないかなと思います、うん、まあ、トゥーリオも言ってましたけど、うん、セットプレー、うん、あんまり取れてないもんね、得点を取れれば、うん、もっと上に行くんじゃないかなと思いますね、うん、同じポジションとかってやっぱり気にして見ないんですか？あ、見ます。僕あの J リーグ、まあ、すみません、 J リーグ見てても、はい、まあ、偽ボランチとかあるじゃないですか、はい、あれは今のね、はい、今のスタンダードでね、やっぱりサイドバックのポジションからもともとやってたポジションなので、うん、ちょっと物足りないっていうのはあります。それは具体的には具体的にやっぱりサイドバックの、はい、今の主流なのでしょうがないですけど、はい、
タッチラインを行ったり来たりする、はい、それがサイドバックと思っていますし、はい、クロスを何本も上げる、はい、そういう選手が今は少なくなってきたっていうのが印象であって、うんうん、だからサイドバック目線で見たら物足りない、うん、見てても、あ、なるほどなるほど、何かそのザ・サイドバックの選手もいますけど、うんうんうん、なんか見ててもな、面白くないですね。でも、うん、菅原選手はもう行ったり縦に、ね、まあ、中に入ったりはしますけど、うんうん、どちらかというとサイド行くよね、行くので、うん、それは面白いですね、見てて。やっぱりそこはそういうふうに見てるんだ、はい、立ち位置も変わってきたりとか、はい、役割がね、うん、でもやっぱり駒ちゃん的にあのサイドを上限度して、はい、うん、まあ、クロス、そうですね、両サイドドリブラで左が三笘選手、はい、右が伊藤選手、はい、で伊藤選手もどちらかというと縦を突破してクロスですけど、はいはい、うん、まあ、菅原選手はそれを押しのけて自分がオーバーラップ し,、うん、オーバーラップしてるので、うん、それを見てて気持ちいいですよね。いいよね、はい、うん、ルーさんにとってかっこいいとは？ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって？髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤チャップアップ。日本代表は南米とかとやったらまた変わってきますか？うん、この間どっかコロンビアでしたっけ、うん、やりましたよね、うん、あれも見てもいい戦いしてたんで、あれコロンビアに唯一負けたんじゃなかった、違ったっけ、コロンビアにね多分唯一負けたんだよ、で、あ、今年負けました、それ最初のなんですよ、ペルーかな、でもペルー4点ぐらいぶち込んでなかった、うん、ペルーにはね、だからまあその南米っていうのもいろんなチームあるからね、いわゆるその本当にブラジルとかアルゼンチンあたりと、まあ本気の勝負今やってどれぐらいやれるかっていうのはちょっとまた見てみたい感じはするよね、このじゃんね、あのドイツ戦見たらみんなそう思うんじゃない、うん、ある程度互角じゃないけど、まあそれぐらいやれるんじゃないのっていうような、なんか今はそういう可能性を感じない、うん、どう見て、いや思いますよ、うん、どうしても昔だったら対日本になったら力を抜くっていうか、ちょっとね、まあ、親善試合とかこういう国際マッチだと向こうも少しこう、はい、うん、それは多分なんかなさそうな感じで、ね、はい、ないと思いますよね、ドイツもやっぱりワールドカップで負けてましたし、うん、リベンジだったから ね負けを繰り返さないためにもやっぱり勝ちに来てると思ってるので、うん、やっぱり対日本に対して他の国も見方は変わってきてるんじゃないですかねと思うよ、今はね、三笘とかやっぱり、うん、プレミアで活躍しますし、冨安もそうですし、うん、ここでも名前が売れてきているので、知られてきているので、うん、主要クラブで、まあ、もうレギュラーとしてね、はい、ビッグクラブもいれば、あの本当に普通にそこでやれてるから、まあ、26年、次26年でしょ、ワールドカップ、逆に言うと、まあ、選手がいろいろ出てきて、メンバー選考大変だよね、そうですね、まあでも それはいい悩みだと思うんですよ、うん、もちろん。なんか注目して見てる選手とかいます？まあ広島にいるので川村拓夢とか、はい、若い選手、うん、三田とか、はい、やっぱりそういう選手国内組から入ってほしいですよね、はい、うん、確かにね、アジアカップとかってどうなんだろうね、なんか国内組とかできそうな感じしないかな、どうなんだろうな、なんか言ってましたね、それどっかの主要国はリーグ戦があるんで、リーグ戦ちょっとそのあたり考えるとJ クラブのそういう選手が逆に招集されて、うん、チャンスをものにするっていう ね J リーグの底上げという意味では、そうだね、はい、今だってまあほぼ海外ですね、まあそうだよね、はい、まあそれはいいことなんだろうけど、ね、まあベースはね J にあって、うん、そこからこう選手が入ってきてっていうのが流れがやっぱりまたあると活性化されるから、うん、はい、ちょっと今話が日本代表来たんで、あのさっきの南アフリカ終わって、はい、それからのこう駒野さんの、うん、はい、あのサッカー人生をたどりたいんですけども、あの後はどういうような感じでこうサッカー人生を設計していった感じですか？まあいう形でワールドカップが終わって、やっぱりあのミスは同じ舞台でしか返せないと思い、まあ、その気持ちを持って、まあ、サッカーをやりそこから続けましたね。モチベーションはこうやっぱまだ続いてるって感じですかなと。そうですね、その直後は日本に帰ってきてちょっとメンタル的にも沈んでおう、まあでも嫁さんのまあ計らいで、うん、やっぱりそこにね、あの住んでるとこにいてても
っぱり周りの目が気になるっていうことで、その目線を気にしないところに行こうと提案してくれたので、うん、まあ、そこから何日かそこで過ごして、うん、まあ、気持ち的にもそれまでは笑顔が出せなかったですけど、まあ、子供の助けもあり、うん、笑うようになり、うん、あとはやっぱりサッカーがしたくなってきた気持ちが一番あったので、うん、ボールがまた蹴りたいなっていう、そういう気持ちが出たので、まあ、チームから1週間休みをもらって合流の日に、まあ、気持ちを切り替えてチームに合流することができましたね。うーん、そういう時はその仲のいい松井大輔さんとかも連絡してくれたりみたいなあったりはあったんですか？その時は別になかったですよ、はい、みんな静かにしてくれてました。まあそれはね、もう代表は代表で一緒だったからね、うん、で再開試合が静岡ダービーで、うん、エスパのホームで始まったんですけど、うん、まあダービーって言えばもうすごいじゃないですか、うん、静岡まあね、うん、でもそのメンバー発表の時にスタジアムの中で、うん、名前呼ばれた時にエスパのサポーターから拍手だったんですよ、うん、ああそうなんだ。でその拍手を聞いて本当に泣きそうになって、うん、やっぱりまた気持ちを新たに、うん、やっぱり見てくれてる人は見てくれてるので、うん、それをプレーで返さないといけないなっていう気持ちにはなりましたね。そういう思いだって。なるほど、それはでもありがたいよね、はい、温かいしね、はい、そうです。もうまたサッカーやりたいって心から、うん、はい、思ってきたっていうのがね、きっかけをいろんなところでもらいましたね。うん、何をきっかけみたいな、やっぱり怪我も多くなったので、ずっと怪我している自分も悔しいし、ピッチに立てないので、やっぱり後輩たちにも迷惑だと思いますし、うん、で家族の反応どうですか？そっかっていう返事だったんですけど、うん、奥さんが子供が帰ってきた時に伝えて、はい、泣いてたり。ああ、なるほどね。